さんおでん食べてますといいですね。私も先日兄ちゃんと二郎系ラーメン食べてきましたそうなんですよ、初ラーメン二郎でした。美味しかったです。兄ちゃんにいろいろ伺って、普通盛りが通常の大盛りだって聞いたので、私は残すの怖かったのでラーメン麺半分にしました。でも麺半分でも通常のラーメン屋さんと同じぐらいありました具がそうですね、麺と野菜が結構多いんですよね、で野菜多かったんですけれども、オーダーとしてはニンニク少なめ麺半分で私ちょうど良かったです。ただ個人的に私3時間前にパスタ食べちゃったんですよなので麺半分にしたんですけれども、パスタ抜けば意外ともっといけたんじゃないかなと思って、いやなぜかというと、それはですねちょっと理由がありまして、私下調べして行ったんですよ、ラーメン屋さんに。まあ閉まってたら怖いなと思って、みーちゃんと待ち合わせする3時間前ぐらいに行ったんです、そのラーメン屋さんに。そしたら営業時間変更になってて、今日は17時からですってあ、18時かな、17時からです。あ、そうなんだと思って、あ、みーちゃんに連絡しようと思って、今日17時かららしいよ。でお腹空いちゃうねって、よりお腹空くじゃないですか、お互いその時刻待ち合わせしてからすぐ食べようと思ってたので、そのためにきっと朝ごはん私たち抜いてると思うんですよ。私は抜いてたんですよね、朝も昼も抜いてこうラーメン屋さん行こうと思ってたんですけど、計画が狂ってしまって、いやさすがにあと数時間胃に入れないのは体に良くないなと思って、一旦休憩しようと私カフェに入ったんですよ。でメニュー表があって、美味しそうなケーキとパスタがあって、いやこれはちょっと耐えるのはなと思ってパスタ頼んじゃいましたいやでもちゃんとこう麺半分いただけたので、食べられたのでそうなんです、前食べてたんですよなぜパスタ、いやでも聞いてください、みーちゃんもやっぱり我慢できなくてうどん食べたんですって二人とも麺食べてきてて二人とも麺かと思って笑っちゃいましたね。私実はパスタ食べちゃったんだよねって言ったら、私もうどん食べちゃいましたってお互い麺だけっていうねそういうことがありました。なので今度はねちゃんとホームページで調べてはいたんですけれどもね、まあでも前に行ってよかったなと思いましたね。初めてです、私もまさかでした、ちょっと下調べしてよかったなって思いますそう麺食べて麺食べたあった。いやでも本当そんな人いるんだっています、ここに現に。しかも2人いますから私だけじゃないんで2人いるんで、やっぱ麺好きな人はね、うどんとかね、パスタとかラーメンなんでしょうね、前後するのはね、同じようなったりいやちょっとみーちゃんにラーメンについて詳しく教えてもらったので、またリベンジしたいなと思います、はいでラーメン食べ終わった後にもうニンニク効いてるので、あちょっとこうまたリフレッシュしたいねということで、ジュース飲みたいですねってキコ統合してジュース飲みに行きました